たいなと思っていますので、次回もあることを願って、また参加できることを願って、はい、楽しみにしたいと思います。はい、お願いします。また一緒に応援しようか。ありがとうね、本当に。お、バスケットライブに入会したよって、おー嬉しい、ありがとうございます。私もアプリ入れてますよ。一緒に応援してもらえたらすごく嬉しいです。うん、ね、しかもあの選手の皆さんはあの PCR 検査の結果全員陰性と言ったことだったので、すごく安心しました。よかったですね。またあのみんなで応援できたらいいなと思うので、よろしくお願いします。ひなたちゃん推しメンです、ありがとう。あ、次はななみんとビッグスワンだな。それも行きたい、ななみんとビッグスワン行きたいね。はい、今シーズンあのサッカーの方の新潟レビレックスも結構というかかなり好調なので、はい、嬉しい限りですね。ひなたもバスケ始める？バスケ球技がね、やっぱりちょっと苦手なので、私はちょっと遠慮したいかなといったところですね。ひなた大好き、ありがとう、ありがとう。見えてる？見えてるか。あ、ひなたに会えたから明日から仕事頑張れそうです。そうですよね、皆さん明日からまたお仕事ですよね。学生の皆さんはね、今春休みかもしれないんですけど、頑張ってね、応援してます。ひなたに早く会いたいって、嬉しい、ありがとうね、ありがとう。あ、マッシーとイコスタも期待してます、ありがとう。マッシーとね、野球ね、野球見に行ったことって実は1回くらいしかないかもです。いや、違う、あの2回だ。大して変わんないじゃないかよって声が聞こえてきそうなんですけども、そうですね、あの始球式応援、私は投げてないんですけど、応援しに行った時にあのしっかり試合見たのと、あとはあの中学生の時に家族と一緒に楽天イーグルスの試合を見に行きました。仙台行って、はい、あとは名古屋ドームですね。またドアラの耳つけてるのみたい。ドアラの耳可愛かったですよね。そう、楽しかったな。はい、ドーナツ食べてたよね。ドーナツ食べてた、確かに差し入れでいただいたドーナツだったのかな、あれめっちゃ美味しかった記憶があります。はい、あ、名古屋ドームひなた見に行ったよ、懐かしいね。だってさ、もうあれも3年くらい前になりますもんね。早っ。そうなんですよ、そう、今日はね、ですね、まあいろいろ書き物をしてたんですよ。提出期限がめちゃめちゃに迫ってるやつを朝から、はい、それでちょっと手は痛いんですけど、まあそんなことはどうでもよくて、その時にね、沖縄に行った、今回写真集出させていただく、5月に写真集を出させていただくんですけど、撮影が新潟と沖縄だったんですよ。それで沖縄っていつぶりなのかなっていう感じの内容だったんですけど、なんと3年半ぶりに沖縄に行ったということで、なんか私の中ではもっともっと最近だったイメージだったのね。だから3年半ぶりなんだと思ってめちゃくちゃびっくりしました。好きなんだぶり、そうハッシュタグ好きなんだの MV 撮影で沖縄に行った以来ですね。懐かしい。そうなんですよ、総選挙でも行きましたね。なんかどこにライト置いていいのかわかんないわかんないね。もし提出遅れてたら居残りですか？そうですね、結構怒られ案件だったかもです。
はい、でもなんとかなんとか無事に時間の15分前に提出できました。よかった。いや本当はお昼に提出だったんですけどちょっと間に合わなくて伸ばしていただきました。すみませんマネージャーさん、この場を借りて謝罪いたします。すみません。ギリ政治、そうギリギリ政治だった。初めて見た人ギリギリ政治とか言われても多分私のファンの方でも分かんない方多いと思うよね。もっと早く提出しなさい、ごもっともです。本当ですよね。でも1週間考えても思い浮かばないんじゃない、1週間考えても全然進まなかったからしょうがないよねっていう感じです。はい、間に合ったならよかった、はい、間に合ったからよかったです初見です、ありがとうございます、ありがとう見に来てくれて怒られなくてよかったね。ね、ひなたんの前髪にしたい、ひなたんの前髪もう伸びてきました。前髪は伸ばすとこのくらいまであります。今巻いて浮かせてるんです。カイザー様の射程になりたい。あ、今ねそう真面目の舞台チームメイトさんやられてらっしゃるので私もね機会があったら見に行きたかったんですけど、私も気になっていますよ、カイザーが果たしてどうなってしまわれたのか。はい一生下を見ながら生きていきます。ありがとうございます、とても忠実な親衛隊、はい、カイザー様、カイザー様汗フォローしました、ありがとうございます。ワグナー聞いてない私は、でもカイザーは聞いてます。はい、カイザー様失脚なんですね。はい、やっぱり五崎グループの力を持ってしてもちょっと、やられてしまいましたね。はい、捧げよポーズみたい、確かに、え、これは捧げよ捧げよだね、これは真面目に懐かしいってね、懐かしいね、楽しかったですね、あのドラマ撮影もまたしたいです。はい、あ、今日のバスケの件取ってあったから残念だったけどまた機会があれば行きます、お願いします。すいません、私も本当に残念です、会いたかった、でもまた参加できる時にぜひよろしくお願いします。そう、今回ばっかりはねちょっと仕方がないのでね、はい そうなんですよね、1年生の回想シーン可愛かった、まじめり学園、そう私カイザーがまだ生徒会長じゃなかった頃のシーンとかもねあったりしましたね。そのシーンは普通の制服を着てたんですけど、カイザーといえばね白い長いセーラー服が結構トレードマークなんですけど、なんかいつも白い制服ばっかり着てたからすごく新鮮な感じでしたね。しかも衣装のお靴もすっごいヒール高いんですよ、10センチ以上くらい。そうで普通の制服だとローファーでぺったんこのローファーだったから、なんか視線目線の高さも違くてすごい新鮮な撮影でしたね。あの頃白いセラ服はめっちゃ似合ってたのに、ああ嬉しい、ありがとう。でもあれ白いから汚さないようにするの大変でした、待ち時間とか、もう一回ドラマ見ようと、嬉しい、ぜひ皆さんもう一度ご覧いただけたらカイザーとっても喜びますと思います。はい、ロン君どこって、ロン君はここにはいないんですよね、すみません。でもね今日も元気いっぱいですって家族から連絡来ました。
今日のランくんの写真。じゃん、かわいいネロン。かわいいネロン。じゃん、かわいいネロン。ロンかわいいね。かわいい。かわいい。かわいいね。ロンったらかわいいんだから。これは昨日の写真かな。じゃん。かわいい。ロン、ロンって本当にかわいいです。ロンのこと思うとニヤニヤしちゃいますね。甘噛みするのかな？甘噛みします。甘噛みばっかりするから。そう。で、本気になってくるから、その甘噛み許して。だから、噛むなーって。カメラーって言って引き剥がします。うん、ファンとロン君どっちが好き？うわ、それ別ベクトルだから、あの競い合われない場所にある。その好きのベクトルが違うからね。ペロがペロされる。うん、本当に可愛いです。ワンちゃんってやっぱりあのすっごく可愛い、うん、癒されますね。はい、ロン君と結婚してもいいですか？お姉さん許しませんよ。はい、お姉さんそんなの許しませんよ。はい、でもロンはもうめっちゃ赤ちゃんなんです。まだ全然すっごく赤ちゃんで、ずっと癒されます。ずっと見てられる。お手とお座りできますか？まだお家に来たばっかりなので教えてる最中です。できたらいいな。そう、ロンと夜一緒に寝れるようになったらいいなって思ってます。大きな赤ちゃんだね。ね、ちょっと大きめ。まあ大型犬だからね。そう、妹はずっとこの大きさがいいって言ってたけど、弟と対等にやり合うにはちょっと大きくなってもらわないと困りますね。弟と対等にやり合わせる前提で喋ってるの。あ、自分も柴犬飼ってました。おお、そうなんだ。柴犬もね、結構大きいもんね。モフモフしてて、うん、ものすごく大きくなったらどうする？うん、それはそれで可愛いよね。ね、でかくなりそう。はい、でかくなる予定です、ロンは。大型犬は守ってくれるからね。ああ、そうなんだ。もう稲田のこと覚えてくれたかな。ねえ、どうなんだろう。多分自分の名前がロンっていうことにようやく気づき始めたくらいかもしれないですね。はい、うんうんうん。お、ハスキー犬もいいですね。結構大きいワンちゃん飼われてる方も多いですね。一緒に成長見守るの楽しみ。あー、嬉しいですね、それは。ワイもロン氏に紛れて飼われたいです。ちょっと無理かな。ちょっと紛れられないですかね。あのうちにはロンの他にあの文鳥3羽とあのハムスター1匹いるんですけど、はい、ちょっと紛れられないかなって感じですかね。ちょっと大きめですもんね。そこはポメラニアンも参加で。ポメちゃんね、ポメ可愛いですよね。猫より犬？どちらかといえばそうですね。でも私がちっちゃい頃はお家に猫ちゃんがいたんですよ、実は。そう、ずっとなんかお家は代々猫を飼う
風習はちょっと違うか。そう、猫を飼ってたんですけど、はい、今は猫ちゃんがいませんなかなかの大家族だなって。そうなの、私のお家はとっても大家族なんです。あの2世帯ですからね、まず第一に2世帯なので、そう、大家族なんです。だからね、あのご飯作る時とか、あの何いるんだ、人間人間とか言って、私含めると8、今8人家族なので、はい、すごい量のご飯が作られますいつもたくさんお米炊くんだね。そうですよ、はいほんま動物王国、動物王国、うん、まあ確かにあながち間違ってはいない大家族、そうなんですよ。お婿に行っていいですか？ちょっとお婿さんとなるとちょっと人数増えてしまうので、はい、私がお嫁に行く方でもいいですかねご飯炊けたよ、たくさん言わないと。確かにそうだね、そうだね。うちどのくらい炊いてるの？でもやっぱりお家のご飯が一番美味しいです、お米は。ロン君のお散歩係します。多分それ将来ゆくゆくめちゃ助かるやつうんうん、ね、いいですね楽しみ、ローン大きくなるのめっちゃ楽しみです。ん？そうですね、皆さん今週末は何していましたか？私はロンと遊んだり、今日はずっと机に向かってたのでほぼ何もしてないに等しいんですけど、はい日向より食べるようになる、食べるようになるかな。あ、イベントなかった代わりに新潟でゆっくりしてました。暇でした昨日も今日も仕事、あ大変、寝てました。いいですね、のんびりゆっくり、雨の中を高速ドライブ、うん、あ、大阪にいたよって、おー、いいな、自動車学校行ってた、おー、いいですね、うん、公園入りました。なんで、いいの、え、スポーツ観戦かな、いいですね、スポーツ観戦するの、するのね、うん、え、大好きな弟とお出かけした、めっちゃ仲良しじゃん、いいねいいですね。なんか今日雨だったからね、そう、なんか私は特に何をすることもなくって感じなんですけど、うーん、あー今日のアルビビビ楽しみにしてた、じゃあごめんなさい、私もとっても残念です。また会いましょうね、絶対に、はい。ソロ公演次いつですか？ね、いつでしょうねいつでしょうね、お楽しみに私の生誕祭でした、おめでとう、ハッピーバースデーいいね、雨じゃなかったら桜見たかったね、本当に。あ、でも今日外で作業してたんですけど、お家じゃなくてね、近くに桜の木があって、なんと新潟ちょっとだけ、もう本当に一部二部くらいなんだけど、ちょっとだけ咲いてるのを確認しました。桜の木が枝の先がもうほとんどピンクになってて、もう来週末にはきっと見頃を迎えられるのではないかといったところですごめんなさい、本当に今日はずっとね文章をね書いてたから、自分の頭の中で浮かんでくる文章が喋り言葉より書き言葉なの本当にすみません、ごめんなさい、はい
早く満開になってねえ、ほんと、うんうん、作詞してたわけじゃないんですけど、あの今日書いてた文章皆さんゆくゆくご覧になれるかと思いますのでお楽しみに。はい、ほんま制作してたの、あーしてないと言ったらしてない、してたといえばしてた。みたいな感じです。はい、ちょっとね、今日はご飯、朝からご飯も食べずにやってたので途中でお腹がグーグーなってて、そう静かなところでやってたので周りの人にお腹の音聞かれてたんじゃないかなって思うとちょっと心配でも、まあ大丈夫だよ、大丈夫だよね。まさかほんまひなたがお腹鳴らしてるとは思わんもんね。うん、はい、聞けた人いいな。聞きたいのかな。ASMR だったかもしれん。夕飯食べました。お夕飯を食べました。もうねお腹がペコペコすぎてもう倒れそうだったので、即食べましたね。はい、着信音にしたやめた方がいいよ、それはちょっと心配。それはあなたのことがちょっと心配よ、私。録音してないの？するか。自分のお腹鳴ってる時に録音するか。すぐ鳴るタイプですか？どうでしょう、すぐなるかも。今日は夜カレーライス食べました。お、いいですね。私はパスタにしました。簡単だったので、はい、でも需要ありそう。需要ある？あるかな。まあそれはね、一部の人にとってはあるかもしれませんよね。はい、眉毛かゆい、眉毛がかゆい。おしめのお腹の音で起きられる目覚まし時計があったら売りましょう。ちょっと発売する気はないかもです。ごめんなさい。目覚まし時計、目覚まし音起きれる？お腹の音で起きれない。絶対やめた方がいい。絶対やめた方がいいよ。おやつにアイス食べたよ。いいな。私はまだ今日はアイス食べれてないです。はい。そうなんです。音によっては起きれそう。音によってはね。でもみんな私のお腹の音知らないでしょ。はい、ハンガーより需要あるよ。ハンガーより需要あるって。でもハンガーも使ってくださいね。シュン。うん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 、おいいね。アイスの話するとみんながアイス食べたアイスの報告してくれる。嬉しい。私も後でアイス食べよ。やっぱ髪伸びたの、これ昨日も言ったの、ごめんなさい。じゃあ、3月も最後ラストに近づいてきましたので、なんかカラオケとかして配信締めようかな。ね。
まあね、本当はね、今日ね、歌う予定でもありましたしね、そう、パフォーマンスを披露する予定だったので、なので歌いたいと思います。でも、ちょっとカラオケこの時間落ちないか心配だな、やっぱ。じゃあ歌います。ほっ、よいしょ、というわけで、今日歌うはずだったであろう曲を披露したいと思いますね。はい、お願いします。サーザン。Thank you.
イエーイ。というわけでシャーベットピンクでした。イエーイ。じゃあ多分次これだよ。ね、ほっ、これ、世界
はい、というわけで恋するフォーチュンクッキーでした。ちょっと途中あの今日あんまりにも喋ってなさすぎて滑舌問題が発生したんですけど、ちょっと見逃してくださいはい、多分恋チュンもやったでしょう。このカラオケってあの曲あんのかな。あの曲あったら絶対あれもやってるはずなんですけど。だよね、落ちるよね落ちるよね、落ちるかなって思ったんですよ。また落ちてしまった。いけるかな。お、変顔で止まった。やだちょっと、うん、あ、そうなるほど。ちょっとね今びっくりしてますNGT48 で検索したら NGT48 の全曲入ってる曲全部出てきたから、あ、こうやって調べればよかったんだ。なるほどね、なるほどね じゃあちょっと私が歌いたかった NGT48 っていう曲はなかったのでなかったので、懐かしいこの曲を歌いたいと思いますこれです。僕は一人探していた。ここにいると聞いた場所は薄暗い森。君の名前呼んだ身でも緑の木々揺れるだけでまとわりつく湿った風、汗が溢れる。それは恋と呼べるほど確かなものなんてないけど、この胸の切なさを君にそう伝えたかった。今すぐ会いたい人がいる。諦めたくない時がある。道に迷っているなら見つけてあげたい。どこかで泣いてる日暮らしは誰かの思いを知っている。やがてあたりは暗くなり僕を急がせる。夏の夏日の上地社近く息を潜める。空の端にきらめくのは一番の鹿。誰もいない坂の道は先が見えず不安になるよ。つき始めた街明かりが教えてくれる。それは淡く消えそうな君の愛しさだったけど、探してるそのうちにほぼのと気づいてしまった。もし今会えたら言えるだろう、自分の気持ちのその全て。道に迷っていたのは君ではなかった。
を引き止めてるのか、君はどこにいる。やばい、セリフ言う。ブーでリカなのです。いっぱーって言ってました。今すぐ会いたい人がいる。諦めたくない時がある。道に迷っているなら見つけてあげたい。どこかで泣いてる日暮らしは誰かの思いを知っている。やがてあたりは暗くなり僕を急がせる。イエーイはい、というわけで、君はどこにいるでした。懐かしいですね。はい。ちょっと面白いな。何がいいかな次。久しぶりに聞いたな。ね。ですよね。私も。じゃあ、じゃあね、そうしたら、うわー、さっきの方法で AKB48 さんを調べています。めちゃめちゃ曲ある。それはそうなんだけどね。はい。でもさ、私の大体曲高確率でないのはいつもどうしてですか？いつもどうしてなんですか？ねーん。はい。ちょっと面白くて見ちゃってます。ごめんなさい。あ、これあるんですね。ちょっとこれさ、一番だけ歌いたいね。一番だけ歌ってもいいですか？歌います。変わってない。できない。
途中で止めちゃった。イエーイ、歌いたかった。お付き合いいただきありがとうございます。歌いたかったんです。落ちちゃうかな、落ちたらごめん。お、いけた、やったやったー、嬉しい。いいね。あ、あ、そうなんですね。そうなんですねとか言ってもね、ちょっと皆さんには伝わらないんですよごめんなさいね。はあ、そうなんですね、そうなんですよねあってね、どれにしようかな。プツ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 。そうだな、NGT で歌ってるような曲がいいんだよなと思ってるんですよちょっとね、いっぱいありすぎて、ちょっと見てます見てます見ててすみません。100メートルコンビニとか入ってるんだ。へえ。否定のレクエムはこの間見ましたね。パイオニア進めチームへ、パイオニアよ、うん、走って飛ばして、嘘だろうが、なんだろうな、キリキリ涙サプライズ、飛べないアゲハチョウ、とっておきメリークリスマス。え、あるじゃん、私が歌い、ずっと歌いたかった曲あるじゃん。嬉しい。ちょっとこれ歌います。私がもうずっとこのカラオケ機能を使って何度も挑戦したかったんですけど、見つけられなかった曲ありました。これ歌います。久しぶりだから分かんない。したかったことも全てできたわけじゃないさ、何かを夢に残して夜になる。川は流れている、人は歩き続けている、水面に映る星の生きてる意味を思い知るよ。明日やりたいことを一つ心に決めて、僕の目標を
曲あったんだ。イエーイ、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいやったー、嬉しい。この曲をずっと探してたんですよ私は。はい、いい曲ですね。ちょっと久しぶりすぎたので、あの曖昧な部分ありすぎちゃいましたけど、そこは申し訳ないですなぜに探せなかったのかね。本当ですよね。ちょっとじゃあ、使ってよかったね。ね、見つかってよかったです。めちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しいやったー。じゃあちょっともうちょっといろいろ探してもいい？落ちないかな、いけるかな。あ、いけたー。あの一歩目音頭とかあるな。一歩一歩一歩目音頭へえ、なんだろう。支えとかいいですね。さっきまではアイスティー、
ショーファイジャーバージャー水曜日のアリスとかもあるんですね。ふーんふーんとか言っちゃったセーラーゾンビやる懐かしい。青春ダイアル、青春フィロソフィー、制服が邪魔をする、制服が邪魔をする、もっと自由に愛されたいの、トゥーントゥーントゥントゥントゥーン、トゥントゥントゥルルルトゥントゥントゥルントゥントゥルトゥーン、うんうんうん、あ、トイプードルと君の物語ある、トイプートイプーあー、なるほど。私なケーキのフィギュア、ドゥルルドゥルルドゥルルオンリートゥデイとかあんのかな、トゥ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 ルル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 ルそれでも未来へ風は吹いている。白いシャツやりたい。白シャツないないないんですよね。サシ、し、うん、ない、残念です。じゃあ ラストか、ラストで、この曲にしたいと思います。ラストいけるかな、大変そうこれ歌うのそれではラスト聞いてください。じゃーん、春の制服スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで君は全力発進、どうしてこんなに切ないんだろう、恋をしている桜舞う日差しの通学路、あ
ギリギリ。ちょっとどこ一人で歌うには難関すぎたな。ちょっといつもやるたびに思うんですよね、難しいなーって。はい、でも春っぽい NGT の曲で終わりたかったので、こちらにしました。はい、無理しないバージョンだったね。そうなんです、無理しないバージョンで、あしからず。はい、というわけで、皆さん日曜日のいい夜を過ごせましたか？過ごせましたか？ありがとうございます。はい、というわけで来週も皆さん3月ラスト週ですね。もうね、週末、今週次の週でね4月に入っちゃうもんね。3月終わって早い。はい、というわけで皆さん春ですよ、春ですよ。なので、体調にはくれぐれも皆さん気をつけて素敵な1週間になることをお祈りしております。よろしくお願いします。というわけで、今日の配信も見てくださってありがとうございました。たくさんコメント、そしてギフト、お星様ありがとうございます。感謝しています。ではまたお会いしましょう。また配信しますね。ありがとうございました。明日も頑張ってね。バイバイ。